お疲れ様です。すごい。まあ、僕今日一人なんですけど、ちょっと忙しいんで、結構仕事が。まあ、ちょっと道中でちょっと申し訳ないんですけどね、本当に。まあ、ちょっと YouTube、まあ、撮りながら、まあ、打ち合わせやら何やかんやちょっとやっていこうかなと思って。まあ、その間に、まあ、ちょっと動画撮ろうかなと思って。で、まあ、今ちょっとね、僕が社長の方向かいに行ってますんで、ハゲ社長一人で家でポカーンってやってるもんで、僕が向かいに行かんと、足がないんでね、あの人も。僕のこのアルファードが、あの人の送迎車なんで。はい。では、ちょっともうそろそろ社長の家着くんで、ちょっと車の中で本当申し訳ないですが、まあ、ちょっと面白い話なんかもね、絡めて、できたらなと思うんで、まあ、ぜひちょっと見てください。で、ちょっと社長迎えに行きますね。社長社長社長じゃねえってよ、俺ねちょっとピンポンしちゃそこで出ようかなと思って、いや、絶対モニターで撮っとるかなと思ったら、ここでトントンやってるもんね、こいつモニター乗ってねえかやと思って。何やってるんですか。何やってるの。待っとんだよ、お前。いつもそれで、あれですか。お、9分前に来た。やるやん。たまにはちょっと君も早めに行こうかなと思って。遅刻動画にしちゃうか思ってたよ、お前。これで1本撮れるなと思ったら。伸びますからね、遅刻動画。遅刻動画伸びますから。あ、遅刻動画伸びますから、ね。伸びるから。さあ。はい、運転しましょうか。あ、運転しましょうか。はい。とりあえず動いてもらえますか。とりあえずレイビーと。まあ、レイビーとね、仕事のジャスですもんね。スポンサーについてくれるから。じゃあ、レイビー本当カメラ回していいって言ってたから。あ、マジですか。だって1本なかってないじゃん。はい、うん、なかないです。次じゃあ打ち合わせ免疫今日あるじゃん。はい、まずちょっと昼飯ランチ免疫なんか動画とかしまえるかもしれないからな。とりあえず、はい、それまで時間あるで、昼まで時間あるだろ。昼まで時間ありますね。どういうこと。あれ行こうぜ、文句。文句ですか。うん、マジ見て。文句でそこにやりましたっけ。免疫やん、何回も言っとるやんけ、お前。大阪の方じゃなかった。大阪の方じゃないんだよ、お前。まあ、独立系の話として、はいはい、まあ、真剣に、まあ、毎日、ちょっと YouTube がちょっと微妙な位置にもあるしな。そうですね。独立は独立でもしたいと思いましたけどね、昔は、本当に。今は。何人か使って。今はやっぱりなんか見とる世界が、例えば職人で一本で行っとったら今でもやらせてくださいってなるんですけど、うんうんうん、職人じゃないじゃないですか、うん、だから職人上がっちゃったもんで、またちょっと違う世界が見えてきたんだよな。そうです。なんか動かしとる金額が、職人ってまあその失礼な言い方したら、うん、まあ、1件に対してじゃあ10万円と1日で行ったら、うん、まあ、3人で掛け払いって10万円ぐらいの工事じゃないですか、うん、だけどその上行くともっとでかい工事を受け負って、その金額を回していくようになるもんで、うん、なんか独立して、あ、じゃあ3人で、うん、じゃあ毎日掛け払いって、うん、じゃあ260万だなって、うん、週1休みで、うん、で、まあ、2人にその給料払って、うん、まあ、俺の手元のこの150万かって、うん、めちゃくちゃいいなって昔は思ってましたけど、うん、だけどそのでかい金額動かしていくと、うん、どん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 やっぱもっと動かしたらもっと金になるんじゃないかなって。別に自分が動かんでも金になるわけじゃないですか。なんで別に独立してどの頃っていうのはなくなったんですか。まあちょこちょこ間違ってるけどね。はい。いや、自分が動かんでもっていうのはないかなって。なんかそれよく勘違いするじゃん、視聴者も、はい、社長だけ楽でしょみたいな。その動く動かんっていうのはその別のところで動くと思うんですけど、うん、現場で、ああ、そういうことね、作業で。俺はいつも思うのは、はい、その、まあ、今視聴者の中でも職人やってて現場でやってて分かんないと思うけど、俺もう、はい、若い時分かんなかったから、はい、で、今お前が言ったようなミッチが言ったようなのって本当正解だと思うんですけど、はい、その何っていうと、やっぱりより大きなものを動かした時に楽しさが見つかると思うんだよ。で、俺も職人やった時、あ、これでもういいやって、一生これやって、まあ、親方になって2、3人使って5人使って、はい、それぐらいでいいやとかじゃなくていいやって思ってなかった、はい、なんかめっちゃ楽しいなみたいな、はい、で、あ、現場行ったら親方とか職長がおって、そいつらは現場仕切れるって自分の好きなようにやれるわけじゃん、はい、でこうなっていきたいなみたいな、はい、お前なんか撮ってないで分かんないですけどね。自分的にグリ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 回っちゃうんだ。これ2周目ですよ、これ。ね、なかなか名古屋ってあんま来ないよね。東京大阪って結構見に行くと思うんだけど、はい、
方がいいと思って微妙なんじゃない。こんな感じ。はい。二人でカメラ撮りやってるね。二人ともカメラ映ってる。あれどこだ？出口じゃん。出口どっちですかね。まあ、で独立の話がなった。そうですね。なった？独立の話が。で、まあ結局、独立しちゃうといいですね。ん？まあでもやっぱみんなあるから今でも足場の判断。なんかもうどっちかってみんなでワイワイ楽しくやりたいみたいな感じじゃないですか。あ、それもあるよな。もっと稼ぎたいっていうのがあると思うんだけど、はい、もちろん、はい、だけどまあ日に日に給料上がってとるわけじゃん。まあ結局だってそれを投資に回しとるってことだよな。はい、でこうやってと思うけど、まあ、職人やっと、まあ、今なんか独立の風潮もあるけど、はい、うん、まあそれはそれでいいけど、はい、一人優雅で終わっちゃうぐらいだったらそっちの方がいいんじゃないかなとか。一人優雅で俺一番儲からんねえかも。いや学名は2万円とか2万5千円ってもらっとっても、はい、結構きついよね。仕事なかったんだけど社員って有給とかも全部あるじゃん。ありますね。で、うん、それがもう全部なくなって保証もできんし、うん、まあ、そしたらまあ自動的に慣れてっちゃうんですよね。そう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 、まあ、なると結構きついと思うんだけどな。はい、着きましたね。はい、まだ全然違う。全然違う。今ね、とりあえず文句で。はい、でも文句で確か撮影禁止って言われなかったもん。文句で撮影禁止ですね。うん、店行こうかじゃん。はい、あれ場所変わってね。あ、文句で閉まっとるよ。まさかの閉店セールでしたね。まさかの閉店セール。閉店からかないし。つまん。閉店らしい文句でね。はい、まあ境にももう一個あるんですけど。はい、まあ、あれ文句でなんかダウンジャケットあるの。メインがでもダウンする。でもなんか最近 T シャツとかなんかするのがおしゃれ。まあ、ちょっとでもあんまりいいのねえよな、やっぱ見とってもいい、ね、はい。あ、ありますあります。三脚探しよう。これね、みんな自撮りするやつじゃない。めっちゃ綺麗ですよ、そうね。ほんとや。すごいっすね。それ安いだろ。2300円。そういったとこだ。これもいいな。これどうやってんの。さあ、どうも買ったし打ち合わせですね、今ちょっと紹介し、今回買ったのはね、これっすよね。結構車の中の撮影とかは結構今あるっすね。三脚になってるの、ちょっと後ろ見せて、うん、結構いろいろこれ買っとるよね。そうですね、うん、車にでガラスに当たっちゃうんだな。ちょうどダッシュボードの上に置くと、うん、ガラスに当たっちゃうね、普通のやつだと。うん、そうやな。あの低いやつができればし、うん、こっち行く。全然今から打ち合わせ。はい、まあでも時間あるで飯食うわ。飯屋はないのか、こっちかも。ないんじゃないですかね。え、確かあったと思いますよ。あれ、はい、あ、マックですか。マックは絶対食えんだろ。マックは絶対食わないですね。質問節もあるよ。玄米でお願いします。ですか、玄米で握ってください。あ、うどんもある。いや、ほんとや、あ、うどんじゃん。うどん、そばもある。うどん良さそうです。うどんいいですね。うどんの方がうどん太るでしょ。うどん太らないんじゃないですか。きしめんだよ。麺なんだよ。名古屋きしめん。多分大丈夫だと思うんですよ。いや、OK、あ、視聴者の皆さんも。はい。きしめんの方がいいかもしれない。きしめんしましょうか。きしめんしましょうか。あ、はい。あ、これあれでしょ。ノンアルコールだよね。生です。じゃ普通の、あれだって全然うまいよ。はい、違いだと全然飲まんけど、まあ、知り合いだもんって。知り合い、そうそう、俺はもう仲いいじゃん。シティゴルフとかも遊びに行ったりもしよう、はい、まあ、知っとるしね。多分俺が飲んで昼間一緒に昼間から飲む時に何だろう、それでもまあまあまあそれと飲まんかな、はい、名古屋の山本屋、下から読んでも上から読んでも山本屋。違いますよ。決まった。すいません、はい、いいっすか。はいよ。じゃあ味噌煮込みうどん、卵と冷しゃぶ。私の車と冷しゃぶ。はい、それでいいっす。これいいな、これ車の中に乗るな。早速っすね。これだったら全然置けますもんね。うん、これすげえよ、かっこいいよ。テラ入ってくやし。めっちゃシンプルっす。めっちゃシンプルっすね。
前そういうところださ。はい。そう余裕出した感じも、キモい感じが。いや余裕はあった方がいいらしいですよ。ちゃんと女の子が言ってました。余裕がいい。じゃ余裕そういう余裕ないで。はい。その余裕出そうとしてる余裕見えるのに余裕出そうとしてる感じが分かる。もう余裕の言っちゃう。余裕はいいよ。俺余裕やもん。43年が焦ったことない。2% ぐらいのエネルギーを使ったことない。僕レベルになるとこれ醤油で風船で食べますね。醤油で。美味しい。これうまいな。あとさらに胡椒入ってるから。マジっすか。でもなんか、まあ、独立の話に戻るけどさ。はい。やらんとわからん世界ってあるじゃん。僕なんじゃがんないいろいろ自分で若い時にいろんなことやったもんで、はい、こういう考え方になったわけじゃん。本当にやってみたら分からんっていう部分はありますよね。そうそうそう、ね、やるにこうしたのかな。で、あの会社はうちも今社員の子たちに独立してくださいってやるぐらいだけど、はい、あの独立するのが会社が嫌がると思ったら大間違いです。よくコメントでピンハネしようとかかすり取っとるとかやめられたら困るだろうとか言うけど、はい、でそうじゃなくて やめたらゼロじゃなくて、はい、で独立して社内独立でもいいわけじゃん。はい、で外の仕事だって暇の時に予想抜けてくれとか今なんか俺なんか出てきてないなってもいい。まあそうですね。うん、わざと無理してたまで出して、うん、社員でもそう、はい、中途半端な部外じゃなくて外注としてだったら、まあ、それはそれで全然前から言ってますよ、ね。うん、辞める子たちにも、うん、別に出ていいよ。はい、ところが多いな。月給ももらって、具合ももらって、中間班やってるんで、はい、仕事も真空なるじゃん。はい。で、仕事の取り合いになるじゃん。なりますね、それは。やっぱ外部は外部の使い方ってあるんで、はい。純粋にじゃあ、うちが取った見積もりを一件決めて、売り上げのナンバー渡すから、全部管理まで全部やってようだったら、はい、うちの社員、営業で独立するの全然いいから。はい。そっちの方が楽ですね、会社的にも。楽だよ。全員がそれじゃ困るけどな、はい、会社作る仕事もあるじゃん、はい、今うちの営業とかってみんな そういう仕事も全部やるじゃん、はい、ミーティングしてそのマニュアル作ったりとか、はい、そこも含めて給料じゃん、はい、いやもうそれは苦手でも外注みたいなと全然いいよな、うん、これがウェブタを取り去られるんですよ。それなんか説明しとったな。鍋豚を鶏皿に使ってください。すごい、はい、名古屋流。あ、穴開いてないですもんね。え、普通なんか穴開いてないですか。あ、そういうことか。蒸気逃がすために。あ、なるほどね。すごいっすね。それ考えてみる。サニーコミュードの全然食ったことない。え、初めて来た。いや、ほんとや。でも初めてですよ、ここは。サニーコミュード自体は食ったことありますけど。結構あちこちあるじゃん。会社の近くもあるじゃん。あります。中村にある。うん、これ食うなんか冬って感じです。うん、ああ、分かる。じゃあ今日の動画は独立だった。独立ですね。独立について、独立についてなんかまあいろいろちょっと話しましたね。話したんで、まあ今からちょっと打ち合わせに行ってね。はい、でかい5000万円ぐらいの工事をちょっと。5000万円今日はじゃあとりあえず独立についてか。そうですね、独立について。まあ、本当にね、独立するなら俺はした方がいいと思うし、まあ、別に全然見習いでもいいんじゃないのって。はい、どんどん覚えてきてる。俺でもそうだね。経営者初めてだし、はい、全然違う業種、塗装とかもいろいろやってるし、はい、まあ、今自分が3年4年やってたら俺もやったほうがいい。いや全然わかんないです。もう、はい、そう、わからんでいいんだよね。はい、価値だから安くやってもらえるよね。はい、1万6000円、1万8000円ぐらいで。まあそうですよね。使ってもらって、うん、でスポットで使ってもらえ、まずはスポットで使ってもらって、はい、仕事がね、どっちかなの。スポットであちこち行く、はい、それって単価もいい。はい、でその代わり自分はきついよね。はい、でも一つのところ専属で働く、はい、単価は下がるよね、もちろん、はい、もういいよ、うち常駐できてよ、はい、だけど安心楽
選挙活動しなあかんやん、はい、飲み代とかも何もいらんやん、はい、付き合いもいらんやん、いらないですね、電話もしんでいいやん、はい、無駄な時間かからんやん、はい、でも結局じゃあどっちがいいのって言ったら、俺は自分で大変だけど、まあ、しょっちゅう電話したりとか、はい、あちこち行って、まあ、で日数も空いちゃうじゃん、はい、でもそれやることで人も使えれるようになるだろうし、はい、増やせることもできるじゃん、あじゃあちょっと僕原稿うちの若い人だけでいいですかとか、はい、一緒に来たらいいですかとかって、はい、俺はそこから始まったから、はい、それでいいんじゃないでしょうかと思います、はい、またね、また見てね、はい。